T-1 はアメリカ海軍の潜水艦。AA-1 級潜水艦の一番艦。当初の艦名はレ霊であった。レ霊は1916年6月21日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港した。1918年7月25日にリリアン・ハービーキング夫人によって浸水し、1917年8月23日に DD-103 にその名を譲るため AA-1 に改名される。1920年1月30日にボストンで艦長ジェームズ・パーカージュニア少佐の指揮下収益した。AA-1 は艦隊潜水艦開発計画の下で設計された t 級潜水艦の一隻であった。成長途中の1920年7月17日に海軍は艦主記号を採用し、 AA-1 は SF-1 の監視記号が与えられた。9月20日に、艦名は T-1 へ変更される。T-1 が収益後現役任務にあったのは3年に及ばなかった。バージニア州ハンプトンローズを拠点として、東海岸沿いに乗組員の訓練及び艦隊演習に参加し、大西洋艦隊の他の部隊と共に活動した。この間の大半を、 第15潜水船体と共に活動する。任務の間に T 級潜水艦の設計上の不具合は明確となり、ハンプトンローズの潜水艦基地で退役、予備役として保管される。その後ペンシルベニア州フィラデルフィアに移動され8年間を過ごした後、1930年9月19日に除籍された。T-1 は解体後1930年11月20日に、 スクラップとして売却された。ありがとうございます。